9月8日水曜日午後5時53分のホームポイントはほぼ無風で、やっぱりここに膝程度、瞬間膝もも程度の波がブレイクしますが、テイクオフできるかどうかは微妙ですね。こっちにも左にうねりが向かってますね。ホームポイントの右もほぼ無風で、うねりは入りますが、ショアブレイクですね。気温は25度ぐらいです。風はかすかな、草は入れてますが、かすかなオンなのかオフなのかわからないぐらいかすかですね。海にはうねりはありますが、ひょっとしたらここで待てばテイクオフはできるかもしれませんが、セット間はかなり長いですね。明日どうですかね。なんか毎日毎日ここがせり出してくるような感覚になりますね。もう今なら本当石投げたら耐えますね。すごいな自然の力って。